こちら、うん、かっこいいな、かっこいい。十四分のえーえー、ランボルギーニー、これはね、これで、イオタと読みます。SVR、はい。十四分の一デラックスシリーズ、ランボルギーニー、イオタ、SVR。 ええやんてえちなみにねランボルギーニ「イオタ」は正式な、えー、正式な「イオタは」は、えー、J じゃなくて「I」を使った「イオタが」が、えー、一応正式名称としては「イオタ」はねここは「J」じゃなくて「I」が正解らしいんですよ「イオタ」は。しかしね あのー、現存した過去形容を現存してないね現存した、えー、イオタ自体は、えー、車体番号が J から始まってるんですよね車体番号 J から始まってるから、えー、この JO から始まってこれをイオタと読むというのがあ一般的な通例です。 ちなみにね、えっと、ベースになった、ランボルギーニミウラ。<laughs> ね、昔から流行ってる定番です。僕の友達にも言ってました。はい。えー、ミウーラっえー、日本人な、違います。<laughs> ランボルギーニミウラ。ね、ミウラとカタカナで書くんですけど、 ミウラっていうのはあ、人の名前なんか違います。はい。ランボルギーニミウラのミウラは、えー、イタリアにある、えー、あれやな、闘牛をあ扱う、えー、業者の名前を、えー、牛舎やな名前がミウラなんですよ。そこの牛舎にいてるあの闘牛がすごく荒々しい。 ということで、えー、ランボルギーニーミ三浦という名前が付いてまして、えー、日本にすいてる、日本にいてる三浦さんとは全く関係ありません。<laughs> 関係ないんですよ。はい。ちなみにね、僕ね、小学校の時に、な、小学校、中学校ぐらいかな、友達にあの、三浦くんいてたんですけど、えー、やっぱり言われとったな。 スーパーカーブームの頃に。お前のお父さん、ス、スーパーカー作ってんのって、ミューラやから、<laughs> 短絡すぎるやろみたいなところからなんですけど、このキットはね、ちょっと、出してきました、これ。ここね、はい、ダンボルギーにミューラ ヘッドライト点灯でより実感を出そうパターンもリアルなピレディのワイドタイヤ、はい、ここ電池ボックスを内蔵しリアルに再現したフロントトランク精悍な実感あふれるコックピットモーターを内蔵し精密に再現されたエンジン4本のエキゾーストパイプが実感を共通するリア オプションストライプのスライドマーク入りなんとこのキットえ勢産業軍勢産業, <laughs> 軍勢産業しかもあのマークが Q の軍勢産業なんで、えー、おそらく、えー、1970年代1970年代に売られておりましたあランボルギーニ イオタ SVR かっこいいね、ほら。あのー、当時のレーシングカーやな。箱車レーシングカーのこれ。フロントが前開き。ね後ろもあ開くのが当時の、あのー、箱車レーシングカー、これやねん。<laughs> これ。 ちょっと今日はね、あの、ちょっと、いろいろありまして、これなんと800円。安っ !70 年代からな。70年代から。開けてみましょう。これはね、ちょっと悪いけどな。これはね、ちょっと、一見の価値はあるよ。 あのこんな感じです、なんかはい、あ僕の,あの所有ですこれ、私所有で、ここ、24分の1、デラックスシリーズ、エンジン、ボンネットなど開閉、精密に再現したエンジン、迫力満点、ワイドタイヤ、ヘッドライト点灯。 モーターライズディスプレイの選択式なんですよ、これ。はい、ボディ。ちゃんと前も。こてこは分割線があるから、前もね、えー、後ろも。まあ、ランボルギーニ、ミウラはねあの、ミッドシップやから、もちろん、イオタもレミッドシップなんですよ、これ。ね。 ほぼ完璧なコンンディションでこれはあのちなみに僕があのあの大阪から隠れ家から持ってきましたこれモーターライズ用パーツこれがオリジナルデカールねちょっとね一見した時パッと見たらあの東京マルイやな東京マルイに近い 東京マリーに近い、えー、パーツ構成なんですけど違うんですよ、これがでほら。ボディ、シャーシとかね。簡単なパーツ構成で、このストライプは渋いな。いや、あの、イオタがかっこいいな。このリアウィングやな。リアウィングがかっこいい。ね。こんな感じですはい 24分の1ランボルギーニーイオタ SVR。SV <laughs> かっこええろ。なあ、もう今更、今更っていうかね、これもう店で売ってることが多分ないと思うんですよね。あの、専門店に行っても、ほぼ見かけないと思うわ、多分。 よく注意しながらボディを前中後ろに切り離してね開くのよ。こう軍勢産業やな当時はまあまあ金型自体は軍勢産業を作ってたわけじゃないねんけどやでこれはねちょっと特筆すべきキットではあるね はい、かっこいいです。フェンダーミラー懐かしいな。<laughs> フェンダーミラー、はい。あれ、平成生まれの人ってフェンダーミラーって知らないよねこれ。あのー、バックミラーがあのボディの前についてねこれタクシーが半分笑いながら出てきた。タクシーが, <laughs> シーがあのー、このフェンダーミラー やね、なんかね、うん、僕もね、あのー、えっとね、うちの、うちのおかんやな、うちのおかんの、おかんのお兄さんが、あのー、元個人タクシーの運転手だったから、あのー、乗せてもらったことあんねん。運転させてもらったっていうの、フェンダーミラーの。フェンダーミラーの車の方がね、実はね、この、ここも、いい音をさえないけど、フェンダーミラーの方が、 後ろの見切りはすごいいいねん。見にくいけどな。ちょっとミラー小さいから。うん。けど見切りはね、ボディの見切りはすごくいいねん。フェンダーミラーの方が。うん、もうほぼないけどな <laughs>。今さらフェンダーミラーの車って、うあんのかなっていうところ。まあさ、あんま関係ないんやけど。このイオタ。こう、おそらくね、えー、 ランボルギーニイオタやったら、おそらくね、あの、青島の二十分の一。青島。で、もしかしたらやけど、えー、イオタかミウラやったら、えー、LS。青島、LS。富士見あたりやったら、二十分の一あるかもな。二十分の一。二十四。 標準スケールのね、ランボルギーニのミ浦、ラもしくはこれ、イオタ、SVR やな。イオタはね、なかなかないで。イオタは。うん。丸い、東京丸いで、もしかしたらあるかないかぐらいで。うん。東京丸いやったらね、多分ドアも開くはずやねん。東京丸いドアも開くねうん。 東京マリり怖いよな。今もうモデルガンしか作ってないけど。これはね、保存状態良好で。はい、あのね、まあ、今日ちょっとわざとこれ今日映してるんですけど、わざと。なんでわざと映してんのか言ってあげるわな。あのね、車とかのプラモデルで、 車とか、まあ、スケールキットでもええやん。車とかスケールキットで、高いお金を取りたいんやったら、高いお金をね、どうしてもね、あの、人から高いお金取りたいんやったら、せめてこれぐらいのプラモデル出してきてほしいねんな。これぐらい。まあ、見ない。何年かに一回じゃない。何十年に一回。 10年とか20年に1回ぐらいしか見ない。10年とか20年ぐらいに1回しか見ない。こういうものが、低価を上回るんやったら、僕も納得するわ。こういうものがね、低価を上回るんやったら、当時800円やけど、今の価値観で言うたらだいたい3000円ぐらいやと思うわ。今の価値観やったら3000円ぐらいやと思うんやけど、これがね、 例えば1万円やとか、これが1万5千円とかやったら、それはハロタルって、これぐらいのキットやったら、これぐらいの内容いやな、内容物全部揃ってて、帯もついてて、袋も開いてない。これでね、1万5千円やとかって言うんやったら、それはハロタルって、それやったら、あの、悪いけどね、 あのメルカリとかメルカリやとかあのヤフオク見てんのか知らんけどどこの価値基準が分かれへんどこの価値基準が分からないあのどっかのサイト見てやであの普通に買えるものや普通でアマゾンで買えるからあの現行品やとアマゾンで買えるからうん それにね、5,000円やとか、7,000円とかって、どれとは言えへんけど、こういうやつやったら言って、これぐらいの切ってやったら、これぐらいやったら言うてもね、あのー、まあ欲しい人がおって、な、売ってもいいよっていう人と、売ってもいいよっていう人と、これがどうしても欲しい人がおって、で、 好きな金額言うたらええやんか。そんな、現行品で、僕らにするて現行品やん。で、それも、初版でもない、初版でもない、キットで、5000円とか7000円言われたら、めんどくさいねん言うとくわ、もう。<laughs> めんどくさいねんって。正直やけど。見たことないんやろ、と思うな、こういうものを。 こういうの見たことないから、よく分かれへん価値観で。なんか、高いお金取りたいみたいな。ほんで、僕もちょっと、うん、どこって言えへんけどね。あのー、万歳してる、バンダイやな。万歳してるバンダイのマークとか、万歳マークとか、あと、ジカ タミヤでいうコジカロットとかハりバコとかさいく,らいくらでもあんねんっていくらでもあんねん、うん、たまたまねあのお店で売ってたらお店はね自分のところの在庫だけで勝負しなあかんからお店はお店は在庫で勝負しなあかんやろうから。 そら高いお金で売りたいやろうけど、僕らみたいな買う人は、言うたわけや何十件っていうお店やな。何十件っていうお店見てきてんねんから、別にそれでね、何十件っていう店の中から、原稿品に高いお金出してまでお金払うほど、僕は悪いけど、そんなにお金遣いルーズな方じゃないから、こういうものやったら出すわ。 これやったら1万5千円でも2万円でも出すわ。うん。ちょっとなんか勘違いされるみたいやから、ああ、ここ使って言わせてもらいましたけど、これでもまだ、このね、かわ、これやごめん、グンゼの、グンゼのイオタでも、これランクで言うたら、まだそれでも B やで、B ランクやねん、これ。B ランク。 まだ見かかかけるることあるかもしれないからなちょっと箱がボロいとか中身が袋が開いていたりとかする時があったら B ないしは C ランクぐらい落ちるけど A ランクはまだもっと上やねんてもっとレベルの高いもっと希少価値の高いものが A ランクになんねんてうーん一応ちょっと分かってあれへんのかなって思うからもうあえてやで。 積んであるところから降ろしてきたけどや。積んでるから、車に積みっぱなしちゃったから降ろしてきたけどやで。これでも A ランクじゃないねんから。B ランクやん、これ。A、B、C、D、E やん。5ランクやったら B ランクやん、これでも。うん。まだ分かれへん言うんやったら、ほんまの A ランクのパラオデル出してきたるわ。うん。これは見ないわって言わしたるから。 です。これは見ないわって、僕にね、これは見ないわって言わせてから、高いお金の話はしてちょうだい。<laughs> ちょっと今日いろいろあったのよ <laughs>。